の日日は家賃が下が下るスマホ手続きで即日入居可能な住まいず審査員の皆さん一度は民泊運用したいとかもしくはもう不動産運用されてるとかあそういう方いらっしゃるんじゃないでしょうかご存知の通りですね賃料はマーケットで決まります10万円の家賃これはエリアや部屋の大きさ築年数でほぼほぼフィックスされますしかし私たちは賃料と宿泊収入をユニットさせることにより 同じ部屋でも収益を倍20万円にできるスタートアップです私たちユニットは家賃を固定費から変動費に変える暮らし方のイノベーションを起こしているスタートアップですとはいえ本当に実現できるのかと家賃ってずっと固定費だったんじゃないのか難しいんじゃないかとこんな逆風とも呼べる声にあふれていましたそして3年前私たちはスタートアップカタパルトの方に出場ピッチした起業家の中で唯一誰からも票を入れてもらえませんでした社員にも 企業家仲間にも恥ずかししくて言えませんでしたなので僕は言いたいです昨日、今日、明日とこのピッチイベントで登壇するスタートアップの皆様大丈夫です僕がここに立ってます諦めなければいつか、えー、評価される時が来ると本気で思っておりますしかしそんな前評判を覆し私たちは2020年のリリースから売り上げ10億円を超え海外展開も開始しているスタートアップとなっております 私たちユニットは留守の日は家賃がかからない日本初のリレントによる全く新しい暮らしを開発しています家賃を固定費から変動費につまり10万円の家賃の物件が10日外泊すると7万円になるそんなサービスを提供しています実際の利用イメージをご覧くださいならまだない日の家賃は支払わなくて、OK まらない日をアプリで申請すると家賃が割引される仕組み実家に帰る日は自分の荷物をそのまま置いておけるのも嬉しいポイント週末実家平日都心暮らし諦めていた自由な暮らしが今すぐ無理なく手に入るなんて平日だけの都心暮らしあなたも始めてみませんかユニット、はい、今画面に出てきたように家に帰らない日は事前にアプリで申請してそこをホテルとして貸し出すそういう仕組みのビジネスとなっております リレントの仕組みを詳しく説明させていただきま,すまず居住者がリレント申請をするとこれが民泊ホテルとして自動で貸し出し再販できるようなシステムを開発しております宿泊予約サイトと在庫連携をしていて清掃、えー、も自社で行っておりますそして一般の旅行客は宿泊予約サイトから集客するそういうモデルになっておりますリレントのユーザー体験ですまず家に帰らない日が決まったらこのようにアプリで申請します 鍵付きの冷蔵庫、ベッド、シューズロッカーに荷物を預け外出します。そして家にいない間にお部屋の清掃、備品の交換が行われます。最後に外泊した分だけ家賃が減額されます。これは宿泊者が来る、来ない関係なくあの必ず減額される仕組みとなっております。ニッチ高、えー、独占的なユーザー層、会員数は6万人に迫る勢いで物件の稼働率は90%を超えてきております。このの超巨大な賃貸マーケットの中で たった1%取り込めるだけで4000億の流通額になるこの賃貸マーケットだからこそ私たちはニッチトップになりたいと考えていますそしてユーザーからだけではなくですね物件側からのユニットのビジネスの仕組みを皆様にご説明しますまず自分を不動産会社と思って聞いてくださいホテルよりリスクが少なく賃貸マンションよりバリューアップが可能賃貸×民泊の真のハイブリッドモデルそれがユニットです まず物件の収益例です実際のですねこれ新宿区の同じワンルームの一般賃貸というユニット運用の比較です左側が、えー、と都心月12万円ほどの賃料のものがこれ同じ部屋なんですけれどもユニットだと倍の22万円になりますオーナー様から見たエコノミクスなんですけれどもまずユニットはまあ ごら写真ご覧の通り家具家電を入れたサービスアパートメントやマンスリーマンションですなので12万円の部屋があそもそも相場の50から80%ほどの単価20万円ぐらいに賃料が向上して貸し出されますそして賃貸ユーザーが使われない日はリレント割引で家賃が減額されていき一方宿泊施設民泊として貸し出すことによってこのリレント割引額の3倍ほどの宿泊単価で宿泊客がつくモデルになっていますこのよよようにに一般賃貸による収益よりも 賃貸の入居者は必ず留守の日は家賃が割引され清掃費などの原価を抜いても宿泊と賃貸を組み合わせることによって物件オーナーは倍以上の収益になりますおいいかもと思ってもらった投資家の皆さんと同じようにですねおかげさまでローンチ4年で数多くの大手のデベロッパー様や不動産ファンドの皆様と協業させていただけるようになりましたそしてローンチ4年で本モデルを導入したクライアントのチャーンレートは0%です 不動産を持たない私たちなのでノーアセットそして手数料商売なのでノーリスクまた BS が軽いだから急拡大が可能全国で70棟1000室以上今物件を展開しておりますユニットは一人一人の最適な暮らしを実現するために宿泊管理システムからクリーナー向けの清掃管理アプリなど住む人も泊まる人もオーナー様もトータルウィンなプラットフォームを構築中です そして5年以内に時価総額1000億円そして15年以内に1兆円を目指していきます最後に私たちの思いです今世界は信じられないスピードで変わっています働き方もコミュニケーションの方法もそして休日の過ごし方も誰もが自分らしい生き方を求めるようになりましただからユニットは考えます新しい暮らしを作ることがこの新しい街そして新しい未来を作ることだとさあ日本の新しい暮らし方を始めよう ユニットでしたありがとうございます